こんにちは、小林加穂です。本日は8月の23日ということで、大会までちょうど2ヶ月となりました。やっとここまで来ました。6月の1日から減量を始めまして、4ヶ月と23日見て減量を始めたわけなんですが、8月1日の時点で減量から丸2ヶ月が経ったっていうことで、前回動画を撮ってやっと折り返しと思ったら、よく考えたら2ヶ月とあと23日残ってるっていう、ほぼ3ヶ月近く残ってるっていう現実にちょっと打ちひしがれて、モチベ低下とともにちょっとこう精神的にも身体的にも限界が来て、8月入ってからのこの23日までの間、23日間、半月以上が本当にしんどくて、で、みんなこういうもんなのかなと思って、こういろいろ YouTube を漁ったりとか Instagram とかを漁ったんですけど、やっぱりみんな頑張ってる姿とかポジティブな部分しか見せないじゃないですか。どうしてもマイナスな部分とかネガティブな部分を見せる必要もないので、わざわざ。でも私は一緒に頑張ってる人たちのそういう部分を見て、一人じゃないんだとか、私だけじゃないんだって思いたかったんですよね。それですごい漁ったんですけど、みんな辛そうだし、そりゃもちろん過酷なことをしてるわけですから、みんな辛そうだし、もちろん頑張ってるんですけど、そういう何ですかね、言い方によってはその取れ高のないようなリアルな部分みたいのをやっぱり赤裸々に見せてる人っていうのはあんまりいなくって、なおさらちょっと気分がこう落ちていったっていうのもあるのかもしれなくって、まあ、何度かうわっこれ死んじゃうかもしれないとかって思う部分は場面場面であったんですけど、この間ついに、まあ私もちょっと無茶な一日を過ごしてしまったんですが、朝起きて、でその日は時間がなかったので空腹時の有酸素はせずにご飯を食べてトレーニングに行って、ルチャのプロレスの練習に行って出勤して10時まで働くっていうスケジュールだったんですけど、で翌日の土曜日、土日祝日は私が働いてるジムは朝から6時までの営業なので、土日祝日は確実に朝からの出勤になるわけなんですけど、前日10時まで働いて職場でご飯を、夕飯をお弁当持ってって食べて帰ってきて、12時ぐらいに帰ってきてちょっと疲れ切ってダラダラしちゃう時とかは2時過ぎになっちゃうこととかもあるんですけど、で寝て、で翌日いつもよりちょっと早く起きたんですよ。いつも7時とかに起きてるんですけど、6時とかだったか、減量中ってどうしても眠りが浅くなるみたいなんですよね。だから時間たっぷりとってしっかり寝ようと思ってもすぐ目覚めちゃう。結構3時間とか、長くても5時間とかで目覚めちゃうんですよね。で多分6時だったか5時だったかぐらいに起きて、でゆっくり準備して有酸素して、で確か出勤したんです。その頃には正直言って体も冷え冷えで、ほぼ常に冷えてて、で膝から下の感覚が常にない感じで、手先もずっと冷えてるし、で頭はぼーっとしてるし、視界はもう常に狭いみたいな感覚で多分2週間くらいを過ごしてて、でついにその土曜日に限界を迎えて、仕事が終わって6時に終わって、その後バナナ1本だけ食べて肩トレをしてたんです。そしたらもともとちょっとこうぼやがかかった感じで狭くなってた視界がどんどんなんか全部で5種目ぐらいやる予定だったんですけど、4種目目やってるあたりでどんどんバーって暗くなってきて、あこれマジでやばいやつかもしれないと思って、初めてトレーニングを途中で切り上げて帰ったんです。でもうトレーニングができなかったら元も子もないと思って、お世話になってるトレーナーさん、その IFBB プロの小玉慎さんにご連絡して、でそしたらじゃあここら辺でちょっとチートデイ入れようかって言ってくださって、それまで私なんか勝手にチートデイとかは罪みたいな、
チートデイと切れ食いの何が違うのみたいな、なんかそういう変なあの頑固なところあるので、そういうふうに思ってて、でもシンさんに言ってもらえたことですごい背中を押してもらえたというか、別に悪いことじゃない、罪なことじゃないんだと思って、その多分栄養はちゃんと取れてるから、ストレスとか疲れとかそういうのが原因かもしれないから、ちゃんと気持ちをそれでリセットしておいでっていうふうに言っていただいて、でもマジでリアルガチ泣きして、その連絡をもらって、で泣きながら親に連絡電話して、明日の仕事の後帰ります、五目寿司を作ってくださいって言って、で翌日も朝から出勤して6時まで仕事して、そのまま実家に帰って、あの美味しいご飯を、もう本当にお腹からエイリアンが出てくるんじゃないかってぐらい、お腹がはち切れるくらい食べて、今度は今までは空腹でエネルギー切れで死にかけてたのが、今度はお腹いっぱいすぎて死にかけるっていう、もうゼロか100しか知らない女なんですが、というあの初めて、人生初めて2ヶ月経ってやっと、減量2ヶ月から経ってやっとのチートデイっていうのを入れて、それが一昨日の夜の話です。で昨日は、うん、朝はそこまで抜群に元気ってわけではなくって、でルチャレンに行って自分の住まいの方に帰ってきてっていう段階で徐々に元気を取り戻していって、久しぶりに納得のいくがっつり足トレが昨日はできて、今日このちょうどあと大会まで2ヶ月っていう段階を迎えたっていう形になります。でこういう話って、なんか YouTube やってる、今までこういろんな大会に出て来られた方々ってあんまりしてくれてないなと思ったので、初めてのことでビビり倒してるし、本当にこれで合ってんのかなって、あのシンさんのことを信じてちゃんとついていってますし、すごくお世話になってるけど、そのちゃんとシンさんに言われたことができてるのかなとか、自分これで合ってるのかなっていう不安っていうのはやっぱ常につきまとってて、でその中でそのやっぱり生命の危機を感じるっていうのは今までにない感覚、その空腹で生命の危機、エネルギー切れで生命の危機を感じるっていうのは今までにないやっぱり感覚なので、それに対するやっぱ不安っていうのはすごい大きくて、もうせめぎ合いですよね。絞り切らなきゃ大会に出られない、でも絞り切るには命を落とすかもしれないっていう、本当究極ですけど、極端に考えすぎなのかもしれないんですけど、その究極の狭間 をずっと常にさまよってる感じで、常に不安と向き合ってますっていうリアルをお伝えして、これが少しでもまた私みたいにこういう大会に挑戦してみたいって思った人が、その2ヶ月減量頑張った時に落ちるこの闇というか暗闇に落ちた時に、もしこの動画を見つけて、あ、やっぱりそうなんだ、みんな2ヶ月経つとこんなに辛いもんなんだっていうことを、なんかちょっと励みになったらいいなと思って、ちょっとマイナスなあれにはなってしまったんですけど、これを残しとこう、記録しておこうと思って撮りました。あのシンさんに昨日ご連絡して、もしかしてその私の場合は試合もしたりとか、そのプロレスの練習も週に2回あったりとかっていう中で、トレーニングと仕事っていうのを両立してる中で、もしかして消費カロリーに対して摂取カロリーが少なすぎるってことあるんですかっていう質問をしたんですよ。この約3週間ぐらいの間にこういうふうに辛かったから、摂取カロリーがあまりにも足りなすぎる、いくら減量とはいえっていうことはあるんですかっていう質問をしたら、もう今私が言ったような状態っていうのは、あの減量をしてる人にはもうほぼ確実に起こりうる全て状態だそうで、だからやっぱり確実にみんな、あの辛いです、しんどいです、死にかけてます、それぐらい頑張って絞ってるんだなっていうことを改めて実感したし、シンさんに話聞いてもらえて、で明確なアドバイスというか返信もらえてすごくすっきりしたし、あのこれからまたあと2ヶ月ちょうど2ヶ月頑張ろうと思いました。そんなわけで、今日は比較的落ち着いてるスケジュールで、朝普通にゆっくり7時に起きて、
で、元気でした。今日はすっごい元気で、有酸素行って、40分朝行って、帰ってきて、ご飯食べて、で、この23日間の間、とにかく、ずっとお腹が空いてて、食べたらそれが誘い飯になっちゃって、余計お腹空いちゃう。全然満たされないし、食べた感覚も全くないっていう23日間を過ごしてきたんですけど、今日は朝食べて、普通に一回落ち着けて、ちょっと満足というか、まあお腹はもちろん空いてますけど、でも誘い飯みたいに、そんなに激しくなることもなく落ち着いて、で、朝ごはん、昼ごはん、夜ごはんの準備をして、朝ごはんを食べて、まああとそうですね、30分ぐらいしたらトレーニングに行こうと思います。30分さらに有酸素して、で、出勤先でパパッとご飯を食べて、仕事しっかりして、夕飯を食べて帰ってくる。で、もう、だらだらすることなく、さっさと寝るっていう、まあ、比較的落ち着いた一日を今日は過ごしたいと思います。あと、ちょうど2ヶ月。まだ2ヶ月。もうあと2ヶ月しかないっていう、情緒不安定な、行ったり来たりですが、ここが踏ん張りどころだと思って頑張って、小林果歩30歳しっかり絞り切って初めての大会に臨みたいと思います。本日の動画はこちらで以上になります。ご視聴ありがとうございました。もし初めて絞って見てるんですとか、これからまあその何度かね大会に出てたとしても減量っていうのは辛いもんだと思うので、これから今絞ってて同じぐらいの時期に大会なんですとかっていう方がいらっしゃいましたら、ぜひ一緒に頑張らせていただけたら幸いです。プロレスの試合はあと2回ありまして、8月の28日の板橋プロレスさんの商店街プロレス、こちらは入場無料なのでぜひお近くの方は遊びに来てください。最寄りは板橋区役所前、都営三田線の板橋区役所前です。で、その後は9月2日。こちらが、フィジークの大会前最後のプロレスの試合になります。それ以降は10月23日まではプロレスお休みさせていただこうと思っているので、9月2日の、プロレスリングディスカスさんにて、正宗選手とシングルマッチさせていただきます。こちらは王子、ベースメントモンスターですね、会場となっております。頑張ります。試合前のカーボアップの方法とかもしっかりシンさんから聞いたので、しっかりエネルギー不足になることなく試合しっかり臨んで、しっかり勝っていい結果残して、お客さんにも楽しんでもらって自分も楽しみながらしっかりプロレスも頑張っていきたいと思いますので、ぜひ今後ともよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。